どうもこんにちは。今回の電気商品ニュースは、現在タイヤ脱輪の可能性があるとして世界全体でリコール中となっているトヨタ BZ4X に関して、いまだに生産再開のめどが立っていないという事態に、特にすでにオーナーになっている方を対象に、レンタカーや燃料代、さらに無償での車両返却などあらゆる手段を用いて既存オーナーに対する保証を実施中。中国最大の EV メーカーである BYD の最直近では7月の販売台数が走行され、 BYD 史上最高の販売台数をなんと5ヶ月連続で更新するという快挙を達成。さらにオーストラリア市場に向けても1000台もの新型 EV の出荷もスタートの2つとなっています。まず1つ目のニュースに関してですが、現在世界全体でリコール中となっているトヨタ BZ4X について、いまだに生産開始の見込みが立っていないという驚きのニュースが世界で物議を醸しています。まず今回のトヨタ BZ4X に関してですが、トヨタが電気商社専用プラットフォームを採用して開発した初めてとなる本気の電気商社第1弾となっており、我々日本のみならず欧米市場、さらには中国市場とグローバルにおいて展開する車種ということもあり、果たして電気商社で遅れを取っていると言われ続けていたトヨタがどれほど質の高い電気商社を開発することができていたのかに大きな注目が集まっていたのです。しかしながら、この BZ4X に関しては直近において大きな問題を抱えてしまってもいたということ、それがリコールによって車両を使用することを禁止されているというかなり深刻なリコール案件だろうけで、というのも BZ4X などから新たに導入されているタイヤのハブボルトが適切に取り付けられていないことによって、急ブレーキなどによって最悪の場合タイヤが脱輪してしまう可能性があるということであり、したがっていわゆる通常のリコール対応のように各自タイミングを見計らってディーラーに修理依頼をするという類の対応ではなく、一旦車両の使用を禁止してしまい、リコールが完了するまではディーラーなので車両を保管するというかなり異例の対応となっているということなのです。そしてそのような背景において今回追加で明らかになってきたことというのが、そのトヨタが BZ4X へのオーナーに対して様々な救済措置を実施してきているという点であるわけで、具体的にはそもそもそのオーナーについては BZ4X を運転することができないことから、各販売店などでこのリコール対応策が発表されるまでは無償で車両を保管してもらうことが可能。次に今回の問題が完全に解決されるまではトヨタ側が無償で代車を提供し続けるということになっています。さらにそれ以外にも、特に北米市場に関しては日本市場と異なり、均等を通してのリース販売なのではなく一般的な買い切り販売を行っていることから、その分車両の購入代金を大幅に割引という対応を取り、実質的には5,000ドル、つまり日本円に換算して67万5000円程度もの値引きが適用されるのです。しかもその北米市場において BZ4X 購入の大きなインセンティブでもあった北米の大手充電サービスプロバイダーである EVGO が運営している公共の充電ステーションでの無料充電特典を車両購入から1年間という当初のタイムスパンを大幅に延長し、なんと2024年の12月31日までの延長。したがって仮に今回のリコールが2022年末頃までに解決を見たとしても、なんと丸2年間程度は EVGO が運営する公共の充電ステーションが使い放題となるわけですので、この点を取ってみてもトヨタの大盤振る舞いにも見える対応が見て取れますし、その一方でこの充電無料特典の期間の大幅延長を見てしまうと、もしかしたらあと 1,2 ヶ月程度で解決を見るような問題なのではなく、この2022年中は BZ4X を運転できないなんていうこともあるのかもしれません。ちなみにですが、北米市場における BZ4X についてはこの通り無料充電特典が付与されていることもあり、オーナーからすればこのリコールの期間に代車がガソリン車だった場合は本来無料であるはずの燃料費がかかってしまうわけで、その批判を回避するためにも、なんとトヨタ側に関してはこのリコールの期間に提供される代車の燃料代についても負担するという、まさに大盤振る舞いっぷりがお分かりいただけると思います。さらに BZ4X に付帯されていた車両保険の期間についても、そのリコールがスタートした6月の23日からリコール作業が完了するまでの期間はカウントされずに、その分だけ車両保証の期間が延長されますので、こちらも全く同様に今回のリコールによって付与されている様々な特典を特に無駄にすることがなくなるわけですので、 BZ4X を既に購入しているオーナーにとっては現状手元に BZ4X が存在しないだけで特に大きな不利益を被ることがないように見えると考えられます。
そしてこれらの様々な対応を取ったとしても、それでもオーナーが不満に感じてしまった場合については、なんとすでに購入してしまった BZ フォックスをトヨタ側が完全に買い取って、その他のトヨタ車を購入できるという最終手段も用意してきたということであり、こちらに関してはその購入した地域などによって具体的な対応策が異なるとしていますが、いずれにしてもこのような対応策を見るに、やはり今回のリコールが想定以上に深刻化しているのではないか、よってその分だけ通常では考えられないくらいの手厚い対応を図ってきているのではないかということなのです。また日本の一部メディアによる取材によって、2022年8月5日現時点において、国土交通省の車両のリコールを所管する担当課長に対するインタビューにおいて、未だにトヨタ自動車から新たな連絡はないという説明を受けているとし、当然ながらこの BZ4X を生産している元町工場の生産ラインは未だに稼働されていないことも想起して、なんとリコール届が出されてからかなりの期間が経過しているにもかかわらず、未だに原因の究明およびそのリコールの対応策を講じることができていないものと推測することができるわけですから、特に未だに正式な納車がスタートしていない我々日本市場における BZ4X の納車待ちオーナーからしてみれば、その納車リスタートまでには相当な時間を要する可能性が出てきていると捉えてもらってまず間違いないでしょうし、仮に納車がリスタートするタイミングが秋以降となってしまうのであれば、今度は日本政府からの電気自動車購入に対する補助金の打ち切り期間とちょうど重なってくるタイミングとなってしまう。何よりもこの BZ4X の日本市場向けの支払い金額はその他海外マーケットと比較してもべらぼうに高いわけですから、さすがに補助金なしで購入するというわけにもいかないというように考えてみると、残念ながら日本市場においては一旦購入を取りやめるという判断も重要となってくるのではないか。個人的にはこの冬シーズンにおいて BZ4X の航続距離テストや1000キロチャレンジを行いたいということもありますので、いずれにしてもトヨタに対しては早急な原因究明とリコール対応策を練ってもらい、この冬シーズンまでには BZ4X を万全の状態にしてもらって、果たしてトヨタ製本気の電気自動車が冬場においてどの程度の実力を発揮できるのかを電気自動車としての質という観点からさらに丸裸にしていきたいということですね。2つ目のニュースに関してですが、中国最大の EV メーカーである BYD の最直近である7月との販売台数が速報され、 BYD 史上最高の販売台数をまたしても更新するという快挙を達成しました。まず今回の BYD に関してですが、中国最大の電気自動車メーカーに君しており、既に3月中にも内燃機関車の生産を完全終了し、中国市場でカテゴライズされる完全な電気自動車とプラグインハイブリッド車という新エネルギー車両の生産に注力することによって、さらにその販売台数を加速させてきている状況となっているのです。そしてそのような背景において今回新たに明らかになってきたことというのが、その中国最強の BYD の最直近である7月号の販売台数が速報されたということで、その新エネルギー車両の販売台数というのがズバリ16万2000台オーバーという、なんと BYD の歴史上最高の販売台数をぶっちぎりで突破してきたということであり、さらにこの販売台数の変遷を見ていただいてもお分かりの通り、今年である2022年に入ってからその販売台数はうなぎ上り、むしろその販売台数の伸びが加速している状況ということなのです。そしてその中においても特に注目であるのが4月と5月の販売台数という観点なわけで、こちらは中国上海における大規模なロックダウンがあったことによって、テスラやニオなどのような競合の電気自動車メーカーは軒並み販売台数を急落させてしまっていたわけですが、この通り BYD だけはその販売台数を横ばいに抑制というよりも、そのロックダウン下においてもむしろ販売台数を微増させることにすら成功、したがってロックダウンが明けてからというものをさらに販売台数のギアを引き上げることができているということなのです。ちなみにですが、中国国内で EV 販売台数を競っているテスラとの販売台数の差に関してですが、特にテスラは未だに7月の販売台数が公開されていませんが、この通り BYD がテスラをさらに突き放しにかかっていることがお分かりいただけると思いますし、さらにより公平を期すために完全な電気自動車のみの販売台数と比較してみても、テスラの販売台数に完全に追いつき、もはや追い越し始めてもしまっているという、なんといってもこのとてつもない販売台数の急上昇度合いがお分かりいただけると思います。
またその BYD の販売台数のうちどのような車種が人気であるのかを簡単に見ていきたいと思いますが、こちらは中国市場において人気の電気自動車たちの販売台数の変遷を示しているグラフとなっているわけで、特にホンガミニ EV やモデル Y などの販売台数が目立つ中において、特に注目すべきはやはり今回の BYD の EV たち。まずは日本市場において2023年の1月から発売がスタートする AT3、 中国名でユアンプラスという存在ですが、その赤色で示されたラインが2022年の頭から発売をスタートしてから急激に販売台数を伸ばすことに成功している。中国国内だけをとってみても、すでに月間で1万5000台を超えるようなとてつもない販売台数を達成しています。さらにフラグシップセダンであるハンに関しても、そのオレンジで示されたラインを見てみても、販売をスタートしてから2年が経過してもなお、むしろ販売台数を伸ばすことに成功しているわけですから、非常に需要の高い電気商社であることが見て取れると思います。そしてこの BYD の電気商社の中で最も脅威に感じる車種というのがドルフィンというコンパクトハッチバックの存在であるわけで、そのドルフィンの販売台数を示す黄色のラインを見ていただくと一目瞭然で、特にロックダウンが明けてから販売台数が急上昇。なんと最直近である7月度に関しては月間2万台という大台を突破してきているという、考えられないような販売台数を達成してしまっている。特に中国市場というのはこのような超小型車セグメントでもなければ SUV でもないコンパクトカーサイズの車両はあまり好まれていなかったということを考えてみると、新たなセグメントを開拓することのできた BYD のラインナップの中でも最も驚異的な電気自動車であると言えるということなのです。いずれにしてもこの中国最強の EV メーカーである BYD に関しては、2022年最も電気自動車を売るためにさらにギアを引き上げて一気に生産台数を向上させ続けている。しかもその生産台数の拡張をしのぐレベルで飛ぶように電気自動車が売れてしまっている状況。さらに BYD については新型 EV としてシール、シーライオン、シーガルという極めて競争力の高い新型 EV を一気に投入予定であり、特にシールについては正式発売前からすでに6万台もの予約注文を獲得済み、何より BYD に関しては欧州やオーストラリア市場、なんといっても我々日本市場に対しても2023年にかけて一気に電気自動車を輸出させていく。特にオーストラリア市場に対しては1000台ものAT3の輸出をスタートしてしまっている。要するにその需要はさらに拡大していくわけですから、その販売台数はさらに伸び続けていく。2022年以降世界の電気自動車市場のトップに君臨していくのは中国 BYD であるのかもしれないということですね。 EV 戦争いってらっしゃい。